はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。天道続きやっていきたいと思います。で、ね、ちょっとお金が乏しくなってきたので、ここでね、ちょっとバンバンバン、しかもね、今 1.4 なんですよね。買い値が 4.8 言うてね、めちゃめちゃ値段上がってるんですよね。まあ2万打っちまえば、信秀さん残してんのは、ちょっと、あ、もういけ、まだいけるか。12月からだからね、冬。出しましょう。はい、こっちの防御と、まあ兵力は問題ないんで、こっちも勝家さんでちょっと3人で、ね、バイバイしておきましょう。はい、筒以上はね、まだ進んでないんで、何もできないですね。はい、進行。匠の町でね、4つ目の火事場。はい、あとはね、商人町にもちょっと火事場を作って、やっていきましょう。まあ、12月の冬に備えてですよね。信長さんがまだね、スカウト行ったまま戻ってきてないんで、あ、来た来た来た、 OK で、和夫ですね。はい、まあこれでちょっと100近くなるのをしばらく待たないといけない。
よし。で、まだ 1.4 のうちにバンバン米を取りましょう。12万までは全然 OK なんで、もっと言えば10万まで打ってもいいぐらいですよね。あとは、あ、小人町って大和高台になるんですね。へえ、知らなかった。この秋山っていう場所がいまいちちょっとピンとこないですけどね。うん、高取っていう場所もありますよね。興福寺はだいぶね、北の方ですよね。くれる人はいないわ。とりあえずちょっと進行しときましょうか。本局も出来上がりそうなんで。建築完了。はい。俺より城に戻る。1ヶ月しかないから、まあ武家町はいいか。潰してますね。1万6000か。ああ、こっちも足利家なんですね。ああ、なかなかしっかりした作りをしてますよね。
どうしようかな。水田を若干作っ、あ、場所が悪い。そこじゃない、そこでもない。一番上ね、ここに作りたい。なんであそこに作ってくれんかな。はい、あ、違う違う、そこじゃない。あ、ん、一個下か。あ、違うわ。さっきから。お、やっとできた。あー、ちょっと速度遅いけど、まあいいか。お、浪人がいる。どこにいるんだ。さあ、匠の町に、教会をもう一個、よいしょ、はい。我が領内に敵が向かっております。ん、あ、そう、わあ、すごい舞台だ。建築が間に合うかだね。何日かかるかな。で、こっちは最大で、筒以上目指しましょうか。意外意外意外ですよ。お任せを。
して、桐山古書からもちょっと輸送しようか。じゃあだ、いや、うん、亀さんでいいや。破壊土も全部持ってっちゃえ。何日かかる？43日。かしこまりました。ああ、生産はまだか。ああ、庭さんも、うん。そうですね、鉄砲が1、2、3、4か。まあ池田さん入れて5部隊。有馬さんがまだスカウトできてないからね。連れていくか、戻ってきたら。稼げるかだね、あとは、どれぐらい足早いかによると思うんですけどね。相槌持ってるってことは攻める気満々ですからね。ではですね、若干ちょっと早いですけど、今回ここで、終わらせていただきましょうか。彼が間に合うかだよね。まあ、ちょっとその辺も心配なんですけどね。この辺をちょっとね、危惧してた部分はあるんですよね。まあ雑賀勢がね、ちょっかい出してくるっていうのは大体予測はついてたんでね。まあそれをちょっともうちょい
兵を 2万、まあ輸送してるんで、ただ最大40日ぐらいかかりますからね。まあそれをどうしのげるかっていうところが、味噌になってくるかなという感じですね。清須からも、まあ、とりあえず亀山まで輸送しておきましょうか。ではここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。